株式会社日本リクルートセンター、株式会社リクルートでの勤務を経て、NTT 同通信網株式、会社ゲートウェイビジネス部企画室室長などを歴任した。長崎県佐世保市出身。祖父は海軍中将松永忠氏、父は海軍大位で作家の松永一郎。長崎県立佐世保北高等学校、明治大学文学部仏文化卒業。 1977年日本リクルートセンター入社。雑誌、トラバーユ、リクルートブック等の編集部を経て、1986年7月、就職ジャーナル編集長。1988年7月、トラバーユ編集長。1997年7月退社し、NTT 移動通信網入社。NTT 移動通信網にて、ゲートウェイビジネス部企画室室長となり、 アイモードの企画開発にあたる。2000年3月退社、松永真理事務所を設立。2000年9月、佐々木香織が同年3月に設立した株式会社 e ウーマンの経営に参画し、8億数千万円の出資金を集めて、女性向けコミュニティサイト、ウーマンを開設したが、ほどなく経営に行き詰まって撤退。その他、 他の企業の役員を多数兼任していた。2002年6月バンダイ社外取締役就任。2003年株式会社ブレーンズネットワーク監査役、就任。2006年株式会社ブレーンズネットワーク社外、取締役就任。2012年6月 MS&AD ホールディングス社外取締役就任。2012年6月テルモ株式会社社外。 取締役就任。2013年6月株式会社バンダイ社外、取締役退任。2014年6月ロート製薬株式会社社外、取締役就任。2016年6月成功エプソン株式会社社外取締役就任。ありがとうございます。